我がボーダーに行きたいなと思います。で、今日はセレモニーじゃなくてそのまま国境を越えるっていうところですね。うん、ちなみにパキスタン行くにはビザが必要なんですよ。日本ちょうど帰ったじゃないですか。日本帰った時ね、荷物取られて帰った時にパキスタンのビザ取ろうと思って広尾のパキスタン領事館まで大使館まで行ったんですよ。こんな感じでパキスタンビザを取ったわけなんです。で、何がややこしかったっていうと、インドとパキスタン仲悪いんですよ。で、インド入国の時にね、パキスタンのビザもう貼ってあるじゃないですか、パスポートにボーンって。で、それを見られて、パキスタンお前良くない国だぞみたいなことを散々言われまして、まあ、なかなかねパキスタン行く機会ないんでね、今回ちょっと楽しみにしております。まあいい噂も来ちゃ悪い噂も来くし、どうなることっていう感じですが、とりあえず行ってみたいなと思います。国境まで行きましょう。国境、昨日のとこのセレモニーとはちょっと手前なのかな。うん、ここがイミグレーションになります。で、ちょっとね、今からさっき落としちゃったな、今から、インドの出国とパキスタンの入国をしていきます。うん、ちょっと映像で映せないと思うんで、うん、後でなんとなく説明だけ。インドの出国はできました。でも荷物検査ちょっとめっちゃ詰まってて待ちです。うん、パキスタン側のイミグレーションに向かいます。バスじゃないといけないみたい。結構時間かかるね。着いた？着いたかな。はい。着きました。Where are you going now? Lahore? Lahore, yeah. Can I get together? Yes, sure. Okay, thank you. うん、なんかいろいろありましたけど、なんとか行けました。で、中を、ここね、ほんまね、こんな感じでね、何もないんで、このパキスタンの国境はこういう風にちょっと旅の道連れを見つけないとめっちゃ高くなると思うんで、折半折半でシェアでやった方がいいと思う。バクバク、ヤンホセ、ヤン、Thank you, thank you, see you again。 優しいおっちゃんでしたね。はい、じゃあちょっと着きましたけど、こんな感じです。見た感じなんかそんなに変わりなく見えるんですが、一番の驚きはやっぱり道路がめっちゃ綺麗になりましたね。うん、インドに比べて、インドなんて土でしたから。まあでも比べるのは良くないよね。ハロー。とりあえずちょっとシャワー浴びて、ちょっとまあ休んだっていうか、くっちゃべって、街に出てきました。お腹空いた。やっぱ、Nice to meet you. I want to buy SIM card, so where? You can go there. Uh-huh. Every store. Yes. Wow, very big. おや、これ
助けてもらえる系か、ラッキーパターンか。こっち行くんかい。あいつめっちゃ速いやん。めっちゃ速い、めっちゃ速いって。分かってる？俺いるよ。あの人はいなくなってもった。はい、やってみて。How are you?Where can I buy a SIM card? Here? Okay, thank you. Hello, sir. I want to get SIM card. Get SIM card? SIM card, yes. No, I have only passport. No. やっぱりね、宿の人に言われたみたいにね、買えないみたいなんだ。でっかいところじゃないとローカルでは買えないみたいな。 I'm looking for SIM card. SIM card? Yes. SIM card じゃねえや。おあげてみてるよ。みんな指さすだけなんですけど。どこなの？SIM card. Franchise. Which one? Big city, big store. Left side. Photo. ないやん。あの、フランチャイズセンターっていうのがあるみたいなんですよ。これが俺、いえ。ここでかまして。You office. You office. Yes. Go straight.みんな優しいけど、知らへんのやったら知らんって言って。Round about 1.5 kilometers. 1.5 kilometers. なんか一生懸命説明してくれるんだけど、もう連れてってって感じなんですよね。トークン。Yeah. SIM card. Wow, great. Thank you. ありがとう。Okay, fine. Great. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you. 買えたまあなんとなく1日目が終わりそうになってきてますね。まあ一言なんか感想を言うと、本当人が優しいっていう感じがしますね。人が優しいし、なんていうか人懐っこくて、で道聞いても全員が違う場所いるから、正直戸惑う。難しいねそこら辺は。まあでも本当にね、人がいいのは僕はすごい好きなので、ちょっとねこういう形でどんどんパキスタンの人たちと触れ合っていけたらいいかなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりかな。っていうわけで、よいめっちゃくちゃ可愛くない？これ。
水泳帽みたいな。買った買った。これでだいたい100円ぐらい。